会計、モレノ・ジ・アンドラージ・ロドリゲスは、ブラジル・ブラジリア出身のサッカー選手。ウム・サラル・ SC 所属。ポジションはフォワード。首都ブラジリア出身で、ブラジルの名門フラメンゴの下部組織に入団するため、10歳の時に、リオデジャネイロに活動の拠点を移す。ブラジル屈指の競合クラブでもまれると、その実力が大きく開花し、前線の核として、 チームに欠かせない存在となる。得点は、もちろんのこと、中盤でのゲームメイクや、セットプレーのキッカーを務めるなど、当時は、会計のチームと言っても、過言ではなかった。17歳の時に、マレーシアで行われた国際トーナメントで、マンチェスターユナイテッドや PSV などと対戦し、得点王になった経歴を持つ。フラメンゴの下部組織時代に記録した。 通算得点数は実に282も及び、2007年に見事トップチーム昇格、ブラジル全国選手権でデビューを果たす。順調なキャリアを築くだろうと考えられていた、会計だが、当時すべての大会で好成績を残していたフラメンゴで、19歳の会計にはなかなかチャンスが回ってこなかった。途中出場で、リーグ戦4試合に出場するも、大きなインパクトを残すことなく、 プロ1年目を終えることとなった。2008年からは国内の複数クラブを渡り歩いた。2010年には欧州挑戦を決意、国内を離れスウェーデン、ノルウェー、デンマーク、ポルトガルのリーグを経験した。しかし、ここでも数字はそれなりにとどまっており、シーズンを通しての活躍はできておらず、2013年にパラナで国内へ復帰した。転機となったのは、 2015年に ABC に加入すると、リオグランデドノルテ州選手権で12ゴールと量産し、得点王に輝いた。そのまま、ブラジル全国選手権2部でも得点を量産し、通算で20ゴールを挙げる活躍を残す。この活躍で、長締れ渡り、サントス FC が獲得に乗り出すが、本人はフルス、フラメン語への復帰を選択。2015年にフラメン語へ、 約8年ぶりに復帰し、当時の指揮官、オズワルド・オリベイラ監督も、カイケの才能を高く評価し、リーグ戦16試合に出場し6得点を記録。しかし、カイケの活躍とは裏腹に、チームの成績は振るわず、リーグ戦閉幕を待たずに、オズワルド・オリベイラ監督は解任。フラメンゴの新指揮官には、サントスを世界一に導いた経験を持つムリシラマーリョ氏が就任した。 2016シーズンは膝の怪我で出遅れた影響もあり、FW の5番手として出場機会が与えられないままでいた。2015年より日本の横浜 F マリノスとの交渉が報じられ、期限付き遺跡を望むマリノス側とフラメンゴ側の折り合いがつかず交渉は頓挫したものと思われていたが、2016年3月8日、 J リーグの横浜 F マリノスへ完全移籍することが発表された。3年契約の完全移籍でマリノス側が条件を変えたことで話が進んだと見られている。2016年9月29日、度重なる練習への遅刻や試合期間中の SNS の指摘利用など複数の規律違反があったとして、クラブから全体練習への参加禁止処分が下された。 2017年1月14日、サントス FC への期限付き遺跡が発表された。2019年3月、横浜 F マリノスと契約解除。2019年4月、ゴーヤス EC への完全遺跡が発表された。ありがとうございます。